こんにちは、八尋です。レッスンまでちょっと時間があるので、ここで、コメント読みをしていこうかなと思います。昨日はちょっとお伝えしたんですけども、2024年の4月からオンラインレッスンのちょっと金額が変わるので、もし興味があればご連絡いただければと思います。じゃあですね、11月23日の、スキラジのコメントを読んでいこうかなと思います。ハックチョネさんから、コメントをいただきました。ありがとうございましたということでコメントをいただきました。わざわざコメントであります。またもしなんか疑問とかがあったら、言っていただければと思います。じゃあですね、11月24日のスキラジで、テニスはメンタル第3からコメントをいただきました。体の開きについての質問解説ありがとうございます。肩と股関節、まずは肩先行を意識するようにやっています。子供たちのナチュラルな感じがとてもグッドですということで、コメントをいただきました。あります。そうですね、まずは体の、とにかくね、このでっかいこの胴体ですよね。この胴体に対して、肩、股関節、首がくっついてるんで、そのくっついてる根元側をどう動かせるか、根元というか、この切れ目を使うというよりは、この切れ目を動かすためには太い関節、体幹側の太い関節、筋肉が必要なんで、その筋肉をどう使えるかみたいな、そんな意識をできれば。じゃあ、子供たちのこともあります。じゃあですね、アーノティーコンさんからコメントをいただきました。ほのぼの感がないっすってことで、ちょっと行ってくるって言ったら、ついていきたいって言って、はい、ちょっと静かにしとってよみたいな、そんな話で、ついてきてました。じゃあですね、黒い空さんから、ほのぼの終わるまでおとなしく待っているこの子たちは偉い、お姉ちゃんは、今日ちょっと元気ないってことでコメントいただきました。よく回ってましたね。だって結構どんぐらい話したかな、15分ぐらい話したかな、ちょっと覚えてないんですけども、割とおとなしく待ってましたね。よかった。で、お姉ちゃんですね、元気なか、そうね、なんか途中で言ってましたよね、なんか最初は固まってる感じで元気ないというか固まってる感じでしたけど、途中にエンジンにパンチされて怒ってましたね。エンジンはパンチしてきたって言ってましたよね。それでなんか固まってました。はい、さらにそんな感じで、じゃあちいちいさんからコメントいただきました。やはり、スキラジもいいですね。ご一家ほのぼの系なのも、素敵ですということで、はい、もうヤヒロ家は割とほのぼのしてるんで、一番上のユキヤがバスケしてて、2番目のコータが、僕とテニスをしてるんですけども、園児がね、ほんと上の2人が、おとなしいというか、割とお利口さんって感じなんですけど、一番下の園児がね、もう激しすぎて、もうすぐなんか、うちワンピース見てるから、ゴムゴムのギガントピストルとか言ってパンチしてくるんですよね。パンチじゃダメよってよく言うんですけども。そんな感じです。じゃあですね、大橋さんからコメントいただきました。女の子の前髪が気になりました。誰がカットされたのでしょうかってことで。これですね、もう家で普通にハサミで切りました。この前髪をこう切っただけですね。ただね、あれは、前髪はですね、こっちの髪が、こっちの長い髪が、こっちに来てただけなので、前髪自体はこれしかないんですけども、この時は、そうね、横の髪が前に来てたと思っていただけると思います。じゃあですね、CBR さんからコメントをいただきました。脳内イメージもそうですけど、できる人には、当たり前すぎて言語化してこなかったものって結構ある気がするんですよね。このレベルまではみんなやってるはず、前提で。そういうところから溢れた方を拾い上げるのが、このチャンネルの存在意義なのかなと感じますので、そうですね、僕もなんか思うのが、上手い人って、いい意味で適当というか、なんか例えばですね、過去にも言ったことありますけど、僕が、僕と同じぐらいの、勝ったり負けたりなんだけど、僕の場合なんか、ずっとこう、なんで失敗したんだろう、なんで調子が悪いっていうことが起きるんだろうとか、調子いい時って何が理由で調子がいいのとか、その体調がいいとかもあるかもしれないですけど、そんなんじゃなくて、じゃあ体調悪かったらもう負けなのかってなっちゃうので、なんていうかな。僕がずっと考えたのは、その全国大会行きたいとか、レギュラーになりたいとか、いろいろあった、その学生の時に目標があって、その目標をクリアするためには、絶対ここ外しちゃダメだよねと思ってたのは、
自分が最悪、もう調子めちゃくちゃ最悪でも相手めちゃくちゃ調子いい、でその中で負けてしまった時に、あ、調子が悪かったら負けたんだ、じゃあいやダメですよね、ダメっていうか嫌ですよね自分が。なのでどんだけ調子が悪くても、相手がどんだけ調子良くても勝つためにはどうしたらいいんだろうって考えた時に、調子が悪い時はどういう風になってて、調子がいい時はどういう風になっててっていう、まあ、言語化できる状態、まあ、理由を知りたいみたいな。でそのさっきちょっと話戻すと、同じぐらい勝ったり負けたりの同じぐらいのレベルの友達に、例えばそのフォアハンドってどういう風に打ってるって例えば聞くとするじゃないですか。そしたら、あの、え、いや普通にネットの上に向かって打てばいいんじゃないですかみたいな。いや、そんなんじゃ、なんかそれで調子悪かった時にどうするのみたいな。まあその時はもうしょうがないねみたいな。なんかね、そのなんだろうな、それじゃ嫌ですよね。嫌っていうか僕は嫌なんですけども。で、あの、上手い人ほど適当なんですよね。でも逆にその適当だから上手いっていうのもあるかもしれないですよね。その適当でうまくいってるから変に考えちゃったらうまくいかなくなる人もいると思うんですよね。だけど僕はそれだと気持ち悪くて、もう全部答えが知りたいみたいな。なんでそうなのか。って考えた時に、やっぱ言語化するのは必要だよね。で、その言語化するときに、まあ例えばその、じゃあグニャグニャしちゃダメよ。グニャグニャしてる。スイングがグニャグニャしてるから、もっとかっちりした方がいいよっていうのもちょっと具体的じゃないですよ。まあなんとなくわかりますけど。ではなく、肩を止めて手首使ってるとダメだから、手首を固めて肩使うといいよみたいな言葉にできるといいと思うので、なんで、あの、そうね、まあ上手い人の中にも細かく考えてる人もいるので、一概には上手い人全員イコール、あの、なんで感覚派ではないんですけど、感覚派の人、僕の周りにテニスコーチになった知り合いっていっぱいいるんですよね。だけど感覚でやってた人ともう辞めましたね。自分は向いてないかなってなって。だからこれは難しい。選手は感覚がいいかもしれないけど、コーチは感覚じゃダメなのかなみたいな。そんな感じでちょっと考えてます。じゃあですね、はい。なんで悩んでる方、ぜひ、ご相談いただければ。もう僕はもうほんとめちゃくちゃ悩んだとね、めちゃくちゃ悩んで、今の形にあるので、全部説明できます。じゃあですね、テニス楽にボールにパワーを与えるためにっていう動画のコメントで、坂本はっちゃんさんからコメントをいただきました。股関節から始動すると最後にラケットが動き始めることになり、ラケットが取り残されてラケットの引っ張り出しが重く感じることがあります。正しいスイングは、楽に触れるものと考えているので、どこかに間違いがあると思っています。動き出しの順番が違う。例えばラケットがある程度進んでから股関節を回し始める、何か原因がありそうでしたらご指導よろしくお願いしますということでコメントいただきました。股関節の回旋も肩の始動も同時と思っていいですよ。同時っていうのは今言ってるのはこうですよね。その股関節を回旋させるのを先にするとこうなっちゃうから重く感じちゃいますって言ってると思うんですけども、そうじゃなくて股関節が回ったことによって腰が回転する速度があるとして、その速度よりも腕の方がやや速いぐらいの状態にしたりする。でその股関節の回旋が速すぎるともちろんラケットはうわっと取り残されると思うんですけども、ゆったりであれば、このゆったりであれば早く準備してっていうのはどういうことかというと、早く右股関節を回旋させて、早く右腕の準備をさせて、右股関節の回旋と右の肩の始動で、まずはゆったりって言ってるんで、いきなりここから振るわけじゃないので、ゆったりいってる流れで右股関節を回旋させて左股関節の回旋に切り替わるみたいな、そういう流れがあるので、さっきこの動画でも言ってるんですけど、力いっぱい打つときは体が先に回転して、それに対して腕が取り残され、ラケットを取り残されて出てくるんですけど、ゆったりする場合は全体のスピードを合わせたい。じゃあどこが一番大事なのっていうと、ドッグパッドですよね。まあどれもありますけど、早く準備してドッグパッドがゆっくりいってるから重くは感じないので、
重さの流れに乗って触れるかなと思っていただければと思います。あ、でもこれね、 YouTube の動画にできるかな。坂本八ちゃんさんのあのコメントはちょっと YouTube の動画にできそうな気がするので、あのネタを提供いただいてありがとうございます。じゃあですね、戸崎さんからコメントをいただきました。納得です。股関節、肩関節、右肘を伸ばして手首を、L 字型を主眼に、初心者にアドバイスしていますということで、そうですね、股関節を使って肩を使って肘を伸ばした L 字の棒を振るような感じですね。まあ分かりやすいですよね。まあ実際にはね、 L 字がちょっとこう緩んだりすることも全然あるんですけども、まずはイメージしやすい状態っていうのを皆様にお伝えいただければと思います。じゃあですね、左手手動でうまくいかない方へ、プロと一般テニス愛好家は、常識が違うっていう、あのバックハンドですね、右手手動のバックハンドの、あ、両手バックハンドの、動画のコメントで和井さんからコメントをいただきました。私も右手手動ですが、最後の振り切りのところだけ左手を意識しています。理由は、差し込まれた時など体が後傾しないように、体軸をまっすぐ保つためです、ということで、コメントをいただきました。まあ、でも体軸を保つなら別に右手手動でもいいかな。まあ、結局その、左手に差し込まれた時など差し込まれた時はむしろ後傾してもいいと思う。もしボールがこっちから来て、ボールが伸びてきた、差し込まれたってなった時は、むしろ後傾してこういう風に返したいんで、相手のボールが伸びてきた、そうなったら打点が後ろになるから、打点が後ろになると左手手動に切り替わります。基本的に踏み込むんだったら右手手動でもいいと思うんですけど、打点が後ろになる時は左手手動に、でそこからこのまま打つって苦しいので、体を逃がしてあげると、腕が後ろから前に行くっていうのと、体が前から後ろに行くっていう、この動きの割れが入るんで、まあそれを使えば楽に返せるかなって感じ。じゃあですね、最後、11月24日のスキラジのコメントで RS09163 さんからコメントをいただきました。質問が分かりにくかったですね。でも回答は質問通りでよく分かりました。よかったです。そうそう、なんか僕の答えでよかったかなと心配しました。ドッグパッドまでの間に相手の動きを見ていて、打球直線でボールを見る2段階ですね。まあ2段階じゃないですけどね、実際には飛んでくるボールをずーっと見るので、別にこう相手を見ててボール見るとかじゃなくて、ボールをずーっと見ながら相手をぼんやり見るんで、2段階っていうかちょっと分かんないんですけども、それがボールを見すぎる自分には難しい、何か練習方法があれば教えてください。これは一応パッと言うと、これもなんか YouTube の動画にできるかな。何かいい方、あ、これね、練習方法、あ、でもどうかな、 YouTube の動画にできるか分かんないけど、練習方法は簡単ですよ。普通のラリーの時にそれ意識するといいんじゃないですか。相手のボールが、あ、じゃあミニラリーしよっかってなって、相手が打った、テイクバックした、ドッグパッドしてる、相手を見てる、ボールを打つ、ボールを見る、でボールが飛んでったらまた相手を見る、相手を見てボールを見るっていうのを、まあラリーの中で普段から意識してれば、なんていうの、普段ラリーの時はそれ意識してないけど試合の中で急に意識するとは難しいと思うんですよね。それよりは練習の時にそういうところをちゃんとやれればいいと思うんですよね。なんかよくその練習は試合のように、試合は練習のようにみたいな言ったりしますけど、それってそういうことじゃないかなと思うとね、試合の時にはこれが必要、相手がポーチを出てくるかもしれない、じゃあポーチに出られた時に何が必要かっていうと、相手を直前まで 見る技術でその相手を直前まで見る技術をつけるために
練習する。で、練習方法はそんな特別なものじゃなくて、そういうところに普段から意識を置いてやってると、まあ、それが当たり前になってくるっていう状態ですね。なので、そこで上手い人っていうのは自然とそれをやってると思うんですよね。だけど、じゃあそれをできない人はどうするかっていうと、ちゃんと意識してやる。なので、無意識にできる人には別に言わなくていいと思うんですけど、無意識にできない人は、じゃあセンスがないのかとか、そういうわけじゃなくて、ちゃんと意識してそれをやればいいんじゃないかなっていうのが、僕の考えだと、思っていただけたと思います。はい。そんな感じで、今回のコメント見は終了かな。あ、そうそう。でですね、ボイシーを、ボイシーをYouTube に全振りしますって言ったんですけど、ボイシーはやっぱちょっとね、しばらく続けていこうと思っているので、しばらくというか、やっぱね、ボイシーはね、僕の、必要不可欠なアイテム、アプリなので、やっていこうと思うので、ぜひよろしくお願いします。で、そうね。まあちょっとボイシーの方はね、ちょっとまあ皆さんのコメントをいただいて、すごく嬉しいんですけども、どうしようかな。スキラジで全部読むと大変だし。ボイシーのコメントは、ボイシーでまた読もうかな。はい。まあ、それでいいか。じゃあ、そんな感じで。じゃあですね、今日アップしてるのが日曜日。あ、本日試合ですね。本日試合。本日というか、26日試合なので、頑張ってまいります。じゃあ、そんな感じで。今回の、動画は終わります。また次の動画で、お会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで終わります。ありました。あなたのテニスが、より早く、効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。